こんにゃくはミステリー案内人です。闇の世界の地下に保存されていた黒いノートが何者かに持ち去られたようです。何事もないといいのですが。俺はココアライオン社役員のレオンだ。小綿 T シャツの売れ行きも好調だ。はい、どうぞ。私は闇の廃人。あなた昨日黒いノートを拾いませんでしたか？はあ？ノート？これのことか？それは名前を書いたらその人間は死んでしまう不思議なノートなんです。直接手を下す必要もありませんよ。ただし使うには条件が3つあります。 1. 血のつながった人には効果がありません。 2. 消せるのは3日に1人だけ。 3. ノートを使うには1人につき寿命が1年間短くなる。さあ、このノートをどう使うかはあなたにお任せします。それでは楽しい人生をお楽しみください。バイバイチーン。昨日こんなことがあったんだ。闇の廃人、いかにも怪しいやつだった。このノートに効果があるのかどうかはわからない。とりあえず引き出しにしまっておこう。ある日、俺の父さんが痴漢の冤罪で訴えられた。冤罪だというのに父さんは犯人扱いされ、連日のようにニュースとなった。おいレオン、お前の父さん痴漢をしたそうだな。いや、あれは冤罪で。そうか。だが冤罪かどうかは関係ない。ニュースで取り上げられていることが問題だ。うちの会社はブランドイメージが大事だ。言っている意味わかるな？会社を辞めろってことですか？そうだ。しかも辞めるだけじゃ足らない。今回の騒動で失ったブランド力、売上補填を請求するつもりだ。そんな。実際に告発状まで届いた。なんてやつだ。一緒に戦ってくれたっていいじゃないか。本当に痴漢したならまだしも冤罪だってのに。待てよ。俺はふと黒いノートのことを思い出して、腹いせに社長の名前をノートに書き殴った。翌日、退職届を持って会社にいたが、社長は生きていた。なぜだ？やっぱりあのノートはデタラメだったのか？それから1日が経ち、2日が経ち、あっという間に1ヶ月が経った。ところが社長は死ななかった。あの闇の廃人、ノートの効果なんてないじゃないか。これから俺はどうすればいいんだ？痴漢のレッテルでなかなか採用されないしな。と歩いていると、なるほどね、そういうことか。全身に走る痛みと薄れていく意識の中で、俺は妙に納得していた。デスノートを使うためには自分の寿命を1年支払う必要があります。しかし主人公は近日死ぬ運命だったので、寿命の1年を支払うことができなかったのです。だから社長が死ぬことはなかったというわけです。5秒ボタンといい、またも闇の廃人の仕業だったのね。僕も誰かに名前書かれたらどうしよう。まあ俺は呼ばれたらどこだって行くさ。金のためならな。骸骨パトロールにより闇の廃人が見つかり捕まったそうです。これでまた平和が訪れそうですね。この動画よかったらぜひグッド評価お願いします。チャンネル登録もよろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。